小樽市総合博物館は、北海道小樽市手宮一丁目にある北海道の歴史や自然、鉄道をはじめとした交通、科学などに関する展示を行う博物館である。2007年7月14日、小樽市博物館と小樽市青少年科学技術館の機能を統合し、手宮駅にあった第三セクター運営の小樽、 交通記念館の施設を活用する形で発足した、もので旧オタル交通記念館の施設に事務機能を集約し、本館とした。なお、旧オタル市博物館は、運河館と解消された。本館手宮口敷地内にある、北海道鉄道開通機店、日小タル市総合博物館は、1956年、色内にある、 旧日本郵船小樽支店を利用し設立された博物館である。設立当初は小樽市博物館として美術を含む人文、自然を対象とした博物館であり、その後1985年に現在の運河館となる旧小樽倉庫に移転した。その後1962年12月に日本の鉄道開業85周年を記念して、 当時の日本国有鉄道札幌鉄道管理局が設置した北海道鉄道記念館を文館として運営、受託管理を行った。開館当初は旧機関校本館として用い、1964年10月には北海道大学附属博物館から対象号機関車も搬入された。その後、鉄道記念館は1992年11月から一時閉館し、 小樽市を事業主体として改装の上、1996年4月20日に展示範囲を海運や陸運にまで拡大して総合的な交通博物館として再オープン小樽交通記念館に改称した。第3セクターの株式会社小樽交通記念館により運営されていたが利用者の減少などのため2006年3月で閉館した。 小樽市博物館は2007年7月14日に、小樽市青少年科学技術館との機能統合に、伴い旧小樽交通記念館跡地に移転の上、小樽市総合博物館と解消しオープンした。同年9月にはツールド、北海道2007の出発点となったほか、この年より、小樽クラシックカー博覧会員、小樽市総合博物館が開催されている。施設は、 北海道の鉄道発祥の地である旧テミ線、テミ駅の構内敷地5.8ヘクタールを利用して設置されており、鉄道、科学、歴史館、蒸気機関車記念館、鉄道車両保存館の3つの屋内施設のほか、屋外展示場があり貴重な鉄道車両、自動車などが保存展示されている。現存する日本最古の機関庫で、鉄道記念物である、 鉄道車両保存館をはじめとして、道内に存在する純鉄道記念物12件のうち8件が当館の所蔵である。建造物旧手宮機関古道帯、展示生態展示鉄道自動車以下の車種からいずれかが入れ替え制で一般公開される。小樽運河近く2890年から1894年にかけて建設された旧小樽倉庫の建物3棟を、 館施設に用いて、小樽市の歴史と自然環境に関する内容を展示、紹介している。第1展示室では、小樽の歴史、街の歩みを知るとして、アイヌ時代から近代までの小樽の歴史。第2展示室は、小樽の自然、その多様な姿を知るとして、小樽に生息する動植物を中心として、小樽の自然を展示する。AB、小樽市総合博物館条例。 小樽市。2016年10月8日閲覧。AB 小樽市次第発刊行政編、第4編市政30年、第23小社会教育施設、北海道鉄道記念館開館。北海道新聞。星良介、昭和30から40年代北海道の鉄路、北海道新聞社交友者。 鉄道ファン1996年8月号通貫424号 P100 北海道最古の動体蒸気機関車を救う道小樽市総合博物館が故障中のアイアンホース号を語るレスポンス北海道最古の動体蒸気機関車がボイラー修理に旅立ち小樽市総合博物館のアイアンホース号からレソンセハットアイアンホース号は2018年7月25日から 運行を再開します、オタリポータル。愛車博物館に、納車オたる石原雄二郎記念館を8月閉館し、足跡残す北海道新聞2017年5月24日、夕刊雄二郎さんの愛車ロールスロイス博物館で、展示、オタルジャーナル2017年9月29日、北海道ウルマン24時間優勝の松田社、オタルと、お別れ。 朝日新聞デジタル2015年11月28日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年11月28日閲覧アーカイブイズありがとうございます